日本の百貨店屋上のビアガーデンビアガーデンは屋外ないし建物の屋上に多数のテーブル席をしつらえビールなどを提供する形式の酒場多くは夏季に限定して開設される日本語表記としてはビアガーデンもあるなお英語表記はビアガーデンであるがドイツ語からの翻訳借用である消化法として広く大衆に好まれ夏の風物詩であり 夏の季語にもなっている。マックス・リーバーマン作ミュンヘナー・ビーガートン・ミュンヘンの伝統的なビアガーデン・ビアガーデンの発祥は19世紀、バイエルン王国のミュンヘンと考えられている。ミュンヘンには、レーベン・ブロイ、ホフ・ブロイ、アウグスティナー、ブロイ、パウラーナー、ハッカー・プショール、シュパーテン・フランチスカーナー・ブロイといった古くからのビール、醸造所があり、 そのいずれかの醸造所で始められたと考えられるが、いずれの醸造所がビアガーデンを最初に営業したのかは定かではない。冷却保存の技術が未発達であった中世では、衛生上の理由から、毎年4月23日から9月29日の間はビールの醸造が禁止されていた。この期間は4月22日以前に醸造し、保存していたビールを飲むことになるのだが、 大きな醸造所では、イーザルガー流域に貯蔵所を持ち、川水を用いて、ビールの冷却保存を行っていた。こういった貯蔵車内にビールを飲むためのビアセラーが、自然発生したと考えられている。19世紀には、こういったビール貯蔵所は、より低温で貯蔵することを目的として地下に作られるようになり、地上部分には、西洋土地の木など葉が密集して茂り、 ねの浅い樹木が植えられるようになった。そういった樹木の木陰にテーブルと椅子が設置され、今日知られるビアガーデンの原型となっていった。バイエルンビアガーデン条例は1999年5月に発行されたドイツのバイエルン州の条例。ミュンヘンの老舗ビアガーデン周辺の住民がビアガーデンの騒音に対する苦情を訴えたことでビアガーデンの営業を21時30分までに 規制するるようになるこの規制に反発し、ミュンヘン市民2万5000人が、ビアガーデンの伝統を守るべく抗議デモを行った。このデモを受け、バイエルン州は、バイエルンビアガーデン条例を1999年5月に発行した。条例では、バンド演奏は22時まで、ラストオーダーは22時30分、23時には、帰宅する人々の流れも落ち着き、 静かな状態になっていることといった騒音に関する規制がある。また、条例では合わせてビアガーデンの定義も行われており、以下の2点が要点となる。なお、以上の条件は、バイエルン伝統のビアガーデンに対してのみ有効であり、レストランやカフェに併設されているビアガーデンでは、食べ物の持ち込みが禁止されていることもある。日本で最初のビアガーデンは、 1875年に横浜、山手で、スプリングバレーブルワリーの創始者である、アメリカ人、ウィリアム・コープランドが、醸造工場に隣接する自宅を改装して開いた、スプリングバレービアガーデンである。主に外国人居留者と外国船の船員向けであった。1903年札幌ビール会社が、東京隅田川あずま橋東岸にビールガーデンを、開いた。日本で、 最初の屋上ビアガーデンは1953年に大阪市北区梅田でオープンした二遊投キ用大阪第一生命ビル店と言われている。もともと大阪第一生命ビルの地下1階に二遊投キ用第一生命ビル店は開業していたが、1953年に貸し切り依頼があった際に店内に参加者が入りきらず、ビルの屋上も会場としてビールや料理を振る舞ったのが、 屋上ビアガーデンの発祥と言われている。常日の二遊東京大阪第一生命ビル店以前にも、1952年5月16日の毎日新聞長官には、初夏の序曲という見出しで、夏のビアホールもルーフガーデンと名打って屋上に、寝室と銀座の屋上ビアホールの写真が添えられている。この他にも1952年には、日本橋高島屋で、 ビールの祭典屋上庭園、東京会館で屋上農業園などビルの屋上でビールを楽しめる店が営業されている。しかしながら大阪の雑誌が2005年にニュー東京を日本書として紹介しているが異論は出ていない。1955年以降、新聞などでビアガーデンの盛況を伝える新聞記事の写真には女性客も増えていき、 1966年7月8日の朝日新聞東京番長官では若い女性連れ無客もビアガーデンのに3割を占めると記事にされている。屋上ビアガーデンの最盛期は冷房用のエアコンが普及する以前の1964年東京オリンピック頃であったとされる。この頃のビアガーデンにはバンドによるハワイアンミュージックの生演奏もよく行われていた。 屋上ビアガーデンが流成することで、公園や観光地といった建物の屋上以外でも、ビアガーデンという故障で屋外でビールを飲ませる業態が増えることになる。一例として1959年第6回、札幌夏祭りより、大通公園では、大通農業ガーデンという名称で、ビアガーデンが開催され、翌年以降も継続して開催されたことで、北海道の夏の風物詩となっている。 1970年代後半にはエアコンの普及によって室内でも量を求められるようになったことやスモックによる環境悪化、景観の悪化などもありビアガーデンがもう一つパッとしないと新聞記事の見出しになるようになった。ただし2004年にキリンビールが行った意識調査ではビアガーデンに行くと回答した人は90%を超えており日本では ビアガーデンに根強い人気があることも伺える。2005年から2010年までは東京駅隣接の大丸東京店や銀座東芝ビルなどビル解体に伴って老舗ビアガーデンの閉鎖もあり、23区内のビアガーデンの店舗数はほぼ30前後と微減傾向にあった。しかし2012年から都市部を中心に百貨店の屋上、ホテルの庭園、 複合商業施設のテラスエリアなどで、ビアガーデンやビアテラスが新規オープンし、店舗数が増加に転じている。営業期間も夏季のみではなく、4月や5月頃から営業を行う、平成のビアガーデンブームとも言える現象が起きている。キリンビールによる調査でも、2015年から2017年にかけて一人がビアガーデンで使う平均予算は連続して増加している。 常日のように、バイエルン伝統のビアガーデンは、バイエルンビアガーデン条例によって、食べ物の持ち込みが許可されていなければならない。これは、19世紀にビアガーデンの原型が登場した、頃の出来事に由来している。大手の醸造所では料理の提供サービスが行えたが、小規模な醸造所では料理の提供が行えなかった。小規模な醸造所や、客の減り始めた、レストラン、居酒屋などは、 バイエルン王マクシミリアン一世に請願を行った。この請願を受け、1812年1月4日に、ビアガーデン復刻が交付される。ビアガーデン復刻では、ビアガーデンは、ビールとパン以外を販売してはならず、温かい料理やビール以外の飲み物の販売は、禁止するとともに、食べ物の持ち込みが許可されるようになった。ビアガーデン復刻では、ビアガーデンでの料理の販売は禁止されていたが、 バイエルンビアガーデン条例では販売も許可されている。食べ物の持ち込みが許可されているのは共通。ドイツのビアガーデンでの料理、ビールの注文手順の一例を以下に示す。料理を注文する。ビールを取る。会計を行う。カトラリーを取る。テーブルについて飲食を行う。空いた皿、ジョッキ、グラスを片付ける。ミュンヘンでは伝統的に20日大根。 プレッツェル、ローストチキン、バイエルン料理の王ーだ、シュバイネ博士、シュテッカルフィッシュなどの料理が提供されている。日本の場合、従来のビアガーデンでの料理のイメージといえば、ぬるいビール、焼きそば、枝豆、唐揚げというものだった。2010年以降に流行している、ビアガーデンは、ビールのみでなく、ハイボール、ワイン、カクテルの提供も行われるようになり、クラフトビールを提供する。 ビアガーデンも増えている。料理の方も女性をターゲットにし、野菜を多く使ったヘルシー、美容志向の料理をアピールする店が増えてきた。肉料理も従来のジンギスカン主体から、バーベキューの提供や巨大な塊肉、燻製肉、黒毛和牛といった高級肉を提供する店が増えている。また、いわゆるインスタ派へと呼ばれるように見た目のフォトジェニックも重視した料理の提供となっている。 日本最大のビアガーデンは約1万3000席の札幌大通ビアガーデン。その他に日本最大級、国内最大級を歌うビアガーデンはいくつかあるが2000席規模であり、札幌大通ビアガーデンの規模が桁違いに大きい。ありがとうございます。